はい、ではジャンクション8バッテリーをダウンチューブに入れていきます。トレックの BB は BB90 という独自の企画で、今回はウィッシュボーンの、ネジ式のものを買いました。でウィッシュボーン何回か使ってるんですけども、今回の、BB90 用のものはちょっと他のと形が違ってるんで、ちょっと不安ではあります。とりあえずつけていってみましょう。はたっぷり塗られた状態の BB をはめていきます。はい、圧入の道具を使って圧入していきたいと思います。はい、こんな感じで無事圧入できました。ではフロントディレイラーをつけていきます。すでにここにプレートが貼ってあるんで、調整用のボルトが、当たってもいいようになってます。でこちらが、フロントディレイラーを止めるワッシャーなんですけども、まあマトン用ということで、ちょうどここの穴にぴったり合うような形で出っ張りがついてます。ではこちら、おなじみのデュラエース DI2-9070 のフロントディレイラーをつけていきます。まず最初に DI2 ケーブルをフロントディレイラーに挿していきます。カチッという形しっかり入ったことになります。 DI2 ケーブルを挿したとこなんですけど、これを取り回してこちらにパチンとここに通して、それからワッシャーでネジ止めしていきます。まあ仮止めということで
とりあえず高さ後で調整しますんで、少し高めにつけておきます。ではリアディレイラーも取り付けていきます。こちらも僕の動画では何回も出ている、デュラエースの、DI2-9070 になります。ケーブルですね、こちら。これを挿していきます。こちらですね。こういう形でカチッといったらはまったことになります。はい、リアディレイラーがつきました。BB にクランクを入れていきます。こちらも持っていきます。ではクランクを挿入していきます。はい、こちらが入りました。では左クランクを入れていきます。ここに穴がありますので、こちらと合わせる形で、そのままプラスチックのネジをはめていきます。専用の工具で回していきます。はい、ありました。でこちらの爪を下に下ろしまして、フレンチで締めていきます。はい、こちら12ニュートンで締めていきます。はい、クランクを取り付けました。はい、では次サドルをつけていきたいと思います。サドルのレールを入れるのが結構簡単なんで、これいいですね。ネジが外れるまで回さなくてもレールを入れることができるんで結構いいですね。はい、こんな形です。サドルは例によって S-WORKS のローミンエボですね。コンポも見ての通り、また使い回しのデュラエース DI2-9070 シリーズです。まあ、いつもだいたいフレームだけ買ってコンポは使い回すっていうパターンが多いんで、こういう形になってます。一応8から10ニュートンということで、8ニュートンでフロントディレイラーなんですけども、トリセツに沿って調整していきたいと思います。チェーンガイド、外プレートと最大チェーンリングの隙間が1から3ミリになるように調整します。こちらの隙間ですね、今かなり空いてます。1センチ近く空いてると思うんですけど、これを1から3ミリ、まあ2ミリぐらいに、詰めていきます。5ミリの六角レンチで緩めて下に下ろしていきます。まあ、だいたいこれで2ミリぐらいの感じですね。高さの調整はこれで OK とします。チェーンガイド、外プレートの平らな面、これですね。これが、最大チェーンリングの真上の位置で、ここですね。今ちょっとこの大きい方のチェーンリングより少し内側に入ってるんで、まずこれを外側に出して、その後下の方ですね、後端、これがこちらと比べて少し内側 0.5 から1ミリ内側になるように調整します。
ちょっとじゃあローガーのボルトで位置を調整します。これで真上に来ましたね。ちょっとこのプレートがチェーンリングより後端が少し外側に出てるんで、これを平行より少し内側に行くようにちょっとネジで調整します。これで平行ですね。でさらに内側、このぐらいですかね。はい、微妙に下の方が上より内側に入ってますね。この状態で、今少しこっち後端が内側に入っているのをサポートボルトを回すことでこれを平行にするようにします。サポートボルト自体はこの辺りにあります。これを回していきますとこういう形ですね。今ぴったりチェーンリングと重なりましたね。これで調整は終わりです。サポートボルトがどこにあるかということなんですけども、フロントリレーラーの、ローガーの調整のボルトと背側の調整のボルトはここにあるんですけども、ちょっと暗くて見えないんですけども、見えますかね。こちらのここですね、ここにサポートボルトのネジ穴があります。フロントリレーラーの、調整をさらにしていきます。まずはローガーの調整からいきます。まずはフロントをインナーにしてギアを一番軽い大きいギアに変速します。はい、今現状だとちょっとここにする感じになってますね。 2mm の六角レンチをこちらのローガーの調整ボルトに差し込んで回して調整していきます。チェーンとチェーンガイド、内プレートとの隙間が0から 0.5mm になるように調整します。まあ、0は擦ってるってことだと思うんですけど、まあ擦らないような形で、これ今動いたの分かりますね。ちょっと大きく回してみます。こういう形でネジを回すとプレートが動いていきますんで、これでギリギリ当たるか当たらないかのところに調整していきます。このぐらいですかね。ちょっと擦ってます。一応これで擦ってないですね。ちょっと今音が出てるのは違うとこから音が出てますね。これで擦ってないんで OK です。トップ側の調整をしていきます。フロントをアウターにしてリアを一番小さい重いギアに変えていきます。まだ調整してないってなかなか上がりが悪いんですけども、トップ側の調整ボルトがここにありますんでここに挿して調整していきます。今ここを見るとほとんど当たってるんでちょっと空きすぎですかね。このぐらいに、当たってないですね。ちょっと今音がしてるのは違うとこから音が出ています。で、今度は
トップ1電気アジャストっていうのをやっていきます。まあ、いつも僕パソコンにつないでやってるんですけど、今回はそのままスイッチで、ね、パソコンなしでやってみます。リアディレイラーを最大スプロケットにセットします。ジャンクション A のボタンを赤色 LED が点灯するまで押し、アジャストモードにします。はい、赤くなりました。で、調整の時のボタンなんですけど、左レバーのこちらの2つのボタンを押してプラスマイナスという形で調整していきます。あの、右のレバーと左のレバーじゃなくて、この左のレバーの前と後ろのボタンで調整していくことになります。ここですね、ここが今ちょっと当たるぐらいなんで、調整していきます。今これで当たらない状態になってます。めちゃめちゃ気持ちよくフロント変速してくれます。DI2 のフロントディレイラーは自動でトリム調整してくれます。今、リアが一番大きいローガーのスプロケになってるんで、それをハイガーに移動させていきます。途中でこちらが自動でトリムされます。今ちょっと動いたの分かりますか？ここですね、ここでもう一回いきます。リアのディレイラーも調整していきます。まず B テンションアジャストボルトの調整を行います。これですね、これを回して調整していきます。ここの距離を調整していくことになります。チェーン詰まりしない位置までガイドプーリーがスプロケットに近づくように B テンションアジャストボルトを回して調整します。感じですかね。結構近いんですけども、全然逆回りしても滑らかですね。はい、順回しもすごい滑らかです。トップ側にしても大丈夫ですね。で、リアのギアを、5段目の位置に移動させます。はい、今1,2,3,4,5、ここですね。で、またジャンクション A ですね。 DI2 のジャンクション A のボタンがここにあるんですけど、長押しすることによってディレイラーの調整をすることができます。長押しするとこういう形で赤く点灯します。これで、調整することができます。もう一回長押しすると戻ります。これで元の状態に戻りました。こちらの前のボタンですね、これが内側に動くボタンで、こちらの後ろのボタン、こちらが、外側に動くボタンなんで、まずは調整としては、この前のボタンですね、これを押していってギアがするところ、5枚目のギアが4枚目のギアにするところまで行って、当たったところから今度4回こちらを押す形になります。回しながら4枚目のこちらのチェーンにするまでボタンを、こういう形で4枚目のギアに当たるところまで持ってきたら、今度は逆方向に4回ボタンを押します。これで音がしなくなる。ここがベストの位置になります。もう一回やると、これでギアがスッてる音がします。この状態から右に4回この位置で調整された状態になります。これで音が全然鳴らないようになりました。これで調整が終わりました。最後にブレーキ調整の説明をして終わります。ボルトがいくつかあるんですけども、基本的に
まあ、これが左右ある形なんですけども、上のボルトがセンタリングの調整をするボルトです。こちらがですね、シューですね、ブレーキシューが内側に行くか外側に行くかの調整ができます。この2つ左右で4つを使って調整していきます。まずはセンタリングですね。ここ見ると分かりやすいんですけど、今センタリングがずれてるんで、ここに段差ができちゃってますね。これを直していきます。直していくとこういう形で、これでセンタリングになりましたね。まあ、実際はここをセンタリングするんじゃなくて、タイヤに合わせてセンタリングしていくんですけど、ちょっと今分かりやすいようにここを見せました。次はここですね。ここの隙間というか、ここの間隔を変えていくのがこちらのボルトになりますね。これで離れてきますね。はい、こういう形で調整していきます。ちなみになんですけども、このロバールの CLX64 はリム幅がめちゃめちゃ広くて、多分外側 29mm とかあるんですよね。それでもこのブレーキは使えるんで、結構太いタイヤでも全然使えますね。あのダイレクトマウントの BB のところに使うブレーキだと CLX 全然使えないんですけども、これは無事使えることができてよかったです。